でも今まで10本以上のこのマラソン経験された中で全部違ってると思うんですけど、うんうんうん、自分の中で、あ、これはできたっていうような、もう100点満点近いようなレースってありました？ない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 。本当にない。ないけど、はい、ないなと思った時の方が記録とかが出てる時は多いかもしれない。ただその時はやっぱりその準備はしてたかな。あ、準備、最初一番準備してないでスタートしてるんで、はい、だからやらない目にあって、それからどんどんちょっとずつ準備期間を増やしたり、準備することを増やしていったりして、あ、これかこれかっていうので、こうちょっとずつ上がっていった感じはありますかね。スタート前にトラックだったらこれぐらいいけるかなっていう予想ができるじゃないですか。わかるじゃん。マラソンってどうですか？できないもん、そんな。このぐらいやったかなで、あ、ちょっとこのぐらいいくかなと思ったら全然いかんかったり。ちょっと怖くないですか、それ？怖いよ、怖いよ。どうやって落ち着かせるんですか、その恐怖とかあった時。誰かに相談するとか。あ、なんかその渋井ちゃんとかその先輩方に聞きます。渋井先輩とか、渋井先輩、尾崎真理さん、あと、まあ、高橋久ちゃんまでちょっと聞けなかったけど、その手前の小出義平さんとか、小出さんとか増田さんまで聞いてないかな。で、皆さんなんておっしゃるんですか？大丈夫だよみたいな。そうそうそう、そこら辺はみんなやればできるよみたいなことは言うんだけど、うるせえわっつって、やってもできねえんだわっつうんだけど、なんかそこからまた男子に聞いたりもします。男子のトラック走って行ってマラソンやってる子とかいるじゃん、はい、そのぐらいも結構苦労してるから、はい、どうみたいなって聞いたりはしてますけどね。あ、うん、大迫君にだけは聞いてないので、ちょっとあそこに聞いたらちょっと面白かったかもしれないです。なるほど、すごいよね、哲学的な感じが。で、マラソンこう経験されつつ、トラックでオリンピックの種目を取るっていうのが2008年、うん、2012年あった中で、はいはいはい、その後またマラソンにこだわった理由っていうのは、なんかでもその時で2012年ぐらいのトラックで、あ、なんかもう私ちょっとトラックちょっときついかなと思っちゃって、だったらどっちがオリンピック行けるかなって多分自分で考えた時に、ちょっとマラソンかなと思ってそっちに変えました。でも2008年の挫折とかもありつつ、あ、そう、それもあったし、それでちょっと終わるのもなっていうのもあって、はい、あれで終わるのもなっつって、小力になったままで終わるっつって、どうせやってるならもう一回ちゃんと完走しようかなと思って、はい、完走ぐらいならできるやろうと思ってまた舐めた感じだったんですけど、わ、そうで舐めてかかって、まあ完走はできたけど、あれ、こんだけやってもこのぐらいみたいな、なんか悔しくなってきたなと思って。でマラソンランナーはこう次成功しないともやりたくないって思うような練習が困ってるからってよくアスリートの方言われるんですけど。なるほど。私その成功してないタイプだから、いつになったら成功するんだろうみたいなのが、これでもかこれでもかって、これでもないのかみたいなのをすごい探ってたから、もしかしたらやり続けれるのかもしれない。でも続けれるから、もうやめたってならないですね、うん、なんかやめたって言ってもなんだろうね、なんかジョギングの基盤だもんね、走るとかいうのが基盤になってくるから、うん、 その基盤を作ってる延長にマラソンがあるみたいな感じになっちゃうから、はい、でみんなほら市民マラソンとかみんな走るじゃん、はい、でね、さっきも聞いたけど週1ぐらいでみんなマラソンやるとか言ってる子もいるし、あ、できないこともないなみたいな、うん、だからそれで速いタイムを狙わなければ、あ、できるものなんかなと思いながら聞いてみて、どうです、マラソンやりたいなって思いだったり、もう身近ですもんね、生まれた時からマラソンっていうのは。そうですね、お母さんもそうだもんね、はい、でもやっぱり母もすごくきつい練習はすごいトップで走ってた時はやってましたし、うんうん、でそうですね、さっきも話に出たように初マラソンとかですごいタイムが出ちゃったら、うん、逆にしんどくなるというか、もう自分がどうやってそのタイムで走ったのか分かんなくなってる方が多いかなって思ういますし、逆に最初でうまく走れなくっても、うん、福士さんみたいにもう逆に自分もどれだけやったらいけるんだろうっていうので、うんうんうん、多分だから自分は特に一回はやってみたいっていう気持ちがマラソンに対してはあって、でも一回やったら走れても走れなくても続けちゃうんじゃないかなと思うんで、そう、続ければいいさ、うん、今日もなんか自分スピード練習してきたんですけど、ここに、うんうん、その後にまだちょっと乳酸が残ってる感じしたんで、ちょっと流しで流そうかなみたいな思って軽く100走ったら、自分の思ってたタイムじゃなくって、うんうん、乳酸を流すための流しをするつもりだったんですけど、うんうん、
なんか最初これぐらいではいけるだろうって思ったタイムを目指して何本でも走ってしまって、もう最後めっちゃ頑張って走っちゃって、逆に乳酸溜まって、そう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 っていう感じなの。やべえな、100メートルでそれなんで、軽いマラソン練習だよねそれ。よく言われた、乳酸溜まってくれであんたって言われた。何やねん乳酸溜まってからって何すんねんみたいな。何しやかすねんと思ったけど、そういうことね。はい、だからできなかったから。今日なんか本当に100メートルできなかったらまたすぐ折り返してやるってできるんですけど、マラソンだともうそれが効かないので、それまた来週出るとかできないので、それに向けてなんか取り組むってなったら、自分の場合結構短いスパンでトラックレースは出てるので、そうやって競技に取り組んでる自分の姿がまだ想像はできないというか、まあやり方覚えてくるんじゃない、自分に合う感じで。勉強になります。では質問タイムでございます。質問タイム、何の質問しましょう。お互い聞きたいことをちょっと。何だっけ。何でもいいので、本当プライベートのことでもいいですし、競技のことでも。何好き。食べ物。ミンチカツが好きです。ミンチカツ、はい、意外。何が好きなんですか、食べ物。なんや、麻婆豆腐。それ自分で作らないけどね。あ、作らないけど、外で食べたりして、どこが一番美味しいかなって探してる。なんかご褒美とかあるんですか、試合終わって今日は頑張った自分に。あ、何してる。自分はコンビニのスイーツ買ったりとか。なんか可愛らしい。そんなんでのが日本記録出したと思う、コンビニスイーツで。天才だな。なんだろうな、ご褒美、趣味とか。趣味、あ、趣味ね、何だったかな、今一瞬全部コンビニスイーツで消されたなんだろうね、とりあえずまあ今は勝手に何もしたくないなと思ったらずっと寝てたりする。うん、一切その陸上のことなんて一切しない。じゃあもうメリハリがとにかくすごいんですね。まあやばいですけどね、はい、メリがなくて。いやいや、とんでもないです。それ麻婆豆腐が過ぎて、麻婆豆腐の探求とフルマラソンの探求はつながってますか。全然つながらへんな。何のでも探求はするかもね。どこの調味料使ったらうまくなるのか一番みたいな。あ、どこの元は一番うまいのかみたいな、そういうのはあるよね。そう、世の中物が多すぎんね。そうそうそう、ちょっとでええねんな、ちょっとで。あ、じゃあもうそこでも性格がすごい出てますね。性格出るかもね。でもそのバンって何もしなくなる時もあります。全部捨てたりとか、はい、あの何もしないと本当にこの状態から半日動かない状態とか、本当にあるんです。本当にこれでずっと過ごせるので、意外や意外。本当、うん、のんちゃん聞いてみたいことは、なんだろう。その福士さんに、まあ、19年にお会いした時が、このなんかビュッフェ行きたいって誘っていただいたんですけど、そういうビュッフェとかってよく調べて行かれたりするんですか。誰かから聞いた。あ誰かから聞いておすすめで。そう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 。なるほど。みんなに聞く。どこがいいって大概聞く。え、じゃあもうメニューでレストランで決める時も結構迷うタイプじゃない。迷うタイプです。結構考えて、いやどうしよう、こっちかなこっちかなっていうタイプだと思うんですけど。おお、そうなの。どんなタイプで、もう逆に目つぶってこれみたいなタイプ。そんなんじゃねえよ。なんで目つぶってこれはね、選ばない。食べたいところでそこに行くやろ。そんな決まってるやん大概。そう、でも最後に悩んだりとか、試合前とかもこう、あっちやっぱりこっちみたいな感じですごく悩んだり。迷ったら両方行ったらええやん。なんかこっちも行ってみて、あ、ちょっと雰囲気違うなと思ったらこっちまた道だったら行ったらいいし、はい、そしたらいいんじゃん。でメニューとかもあんま悩まずに、もう、そうそう、悩んだ時はめんどくさい時は、悩むのがもうめんどくさいなと思った時は、両方バンって出して両方食べて、あ、こっちだったなみたいな。体感旗、はい、でそれで言うと、体感で言うと走りの体感をこう自分で模索するじゃないですか。する。例えば腕の位置とか、なんか位置とか、全てに対してのこうバランスだったりっていうのはある。すごい自分でも探求して模索して、そうで、いいアドバイスもらったらそのままやるとか。何を一番大切にされてますか、そのフォームとか。何を大切、もう楽、とにかく楽、とにかく力入れないみたいな。力入れない、走りそのガツガツ走らない。何にもやりたくないの。そう、全然何にもやりたくない。どこに意識してるんですか。分かんない。芯、またのここら辺
ここら辺でこう常にこう、うんってこういう感じで立ってれば、あとはもうそこの外の周りはもう全部力抜くみたいな、力抜いて入れずにそのまま進むっていう。そうそうそう、なんかケニア人とかな、そうですね、エチオピア人とかもう黙ってるだけでなんかちゃんと立ってるやん、うん、実際にエチオピア行かれたじゃないですか、うん、もう肌で感じてどうでした？あれはね気持ちいいよ、やっぱあの人たちと走るとジョギング、あの速いペースはあれだけど、はい、普通の普段の生活とか、あのなんだろう、そのジョギングとかするときに後ろにつかしてもらうとまあ走りやすい、なんか知らんけどもうリズム、腰の位置、そうそうそう、多分腰、多分本能的に走ってんじゃないかなあの人たち、本能がもうそう勝手に体の気持ちいいとこ知ってんちゃうかな、あじゃあもう無理やり動かそうと全然してない、全然してない、それは福士さんもそうですか、ね、それをしたいんだけど私の場合は考えて作ってるからまだ無理やりな、あそれが自然できるようにっていうのが理想の走りです、理想の走り、えどうですか、うん、めっちゃわかります、なんか私もどうやったら速く走れますかとかってもし子どもたちに聞かれたとしても、うんうん、なんかそれは人それぞれの走り方があると思うんですけど、うん、なんか今の自分の走りを考えた時も正しい位置でついて正しい角度に足を置くだけ、うん、蹴るだけ早く走れる、科学的なところはあるのよ、その、はい、その正しい位置っていうのは人それぞれの気持ちいいところというかちょうどいい位置があると思うんですけど、うん、それはもう個々で模索するしかないといいますか、そうです、はい、分かりやすい、あそういう感じ、なるほど、僕だけ同じですねでも感覚がそうそうそう、なんかメンタル面とかで聞いてみたいことってありますか、メンタル、でもなんかやっぱ福士さんってすごい悩んでる時も多かったのじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、なんか自分も周りにあんまり悩んでてもそういう風に見えないって言われるんですけど、福士さんもあんまり外にはそういう感じが分からないんで、だから身内の人たちは大変よ、ね、本当にここら辺はまだ遠いけど本当の内々の監督スタッフ、まあ選手だろうね、うちらのチームメイトとかが一番ひどいと思うよ、ああ前みたいな散々言ってる、うん、めちゃくちゃ意外、私は言ってる、だからそのここら辺に会う時にはもう多分ちょっとはクリアになってると思う、ちょっともう多分もう吐き出してるから、あちゃんと吐き出してるんですね、吐き出すかもう言ってるかな、はあ腹立つ言うたり、お前何やんその走りはみたいな、私が悪いけどお前の走りも悪いなみたいな散々暴言でちゃんと吐き出して、うん、あでもそれは共通、身内の人に吐き出すっていうのは、そうですね、もう自分家族以外がでもその私のその感じを受け止めてくれる人がいないんで、うん、今家族にまとまっちゃってる感じですけどもし他人でも受け入れてくれるそういうチームとか方がいれば本当に福士さんみたいに競技ができるんじゃないかなと思って、 あれだよ受け入れてもらおうなんて思ったらあかんね無理無理、あの、ね、言うだけ言う、あであっちがどう思ったって言うだけ言う、あそれしかもう方法はないで、なんかそれがすごいなんか離れていかれるんじゃないかっていうのが怖くて、離れていっても大丈夫、うん、こっちが速く走ればあっちが寄ってくるわそうそうそう大丈夫、あっちは離れないと思う、そこら辺はなんかね強く持ってても大丈夫と思うよ、うん、だから今のとこ本当に家族だから綺麗絶対何があっても家族でつながってるんで、もう確かにもう受け入れてる感じではないんですよ家族も、うんうんうん、よしよしじゃなくて、うん、もう本当にうるさい、ほんまにどっか行ってくれみたいな、そうでしょ、ほんまにもうお前はほんまにいらないみたいな感じで、うんうん、でもなんか見てくれるんですよ、そうそう、でもそんなもんやで、うん、みんな 言わない方が多分離れるよ、うんうん、そうですね、自分も潰れちゃいますし、うん、誰にとっても得にはならないですよね、なんか他から周りが見えないねっていう感じで、あの子は大丈夫だみたいな思われちゃうと、それは話すよね逆に、うん、あいつは一人でやれるだろうみたいな、あでこっちがだからお願いすることだったらお願いした方がわがままだろうけど、はい、言った方がいいと思います、はい、きっと、結構逆にその自分が言うっていう時も無理な時は無理って言うのもすごく、うんうんうん、言われますか、そうそう、無理って言ったら無理って言うなみたいなこと言うやろ、あきっとな、はい、無理って言うから無理なんだ、うるせえなみたいなそんな気分なんだよ今日は、うん、みたいなんでもうじゃんじゃん言うかも、っていうことは指導者の監督とこう、うん、ぶつかることもすんなり受け入れるかって言ったらそのタイプではなく、しっかり自分の意思を、ね、意思をちょっとは今は言うようになってますね、昔は言わなかったんですけど、昔はだからもう知らなかったんで、そのなんだろう、その人がすごい偉大な人で
その人からもらったことを全部受ければ私は走れるみたいな、はい、で走れた時代もあったんですけど、なんかそこも飽きちゃったんでしょうね、うん、でなんかもう自分がちょっと自分じゃないような気がしてきたから、ちょっと言ってやれみたいな言ったら、はい、あれ意外とこっちがスッとしたなと思って、で結果も出て、そう多分なんか走れない時ってなんかここら辺がモヤモヤしてる時が私結構多くて、はい、何がモヤモヤしてるんだろうって言った時は自分の思ったことを言えてない時が一番モヤモヤしてるので、例えばもうそんなもう腹立つことでもなんかね、腹そのままストレートに言えばいいんですよね、うん、その走り嫌いとかあんたそこ嫌いみたいなことを言った方が、うん、あースッとするみたいなのがあって、それをなんかあえてそこ変だよねとかなんかそういうちょっと違うニュアンスで優しく言うとなんか自分の中にちょっとわだかまりが残って、うん、それがダメね、それがふん詰まりみたいな感じの、うん、ちょっと言葉のチョイスを思ったことを口にする、そう思ったことをそのままストレートに言った方が、うん、多分私の場合は走りも良くなる、で私の走りが良くなればあの基本的にみんなそのチームなんでそのね、はい、活性化されるので、じゃあインタビューとか名言が多いですけれども、もう本当もう数え切れないです、本当、はい、だから思ったことを口にすごく言語化するのがのぞみちゃんもすごく上手なんですけど、そう、ね、こっちはちゃんとしてる、福士さんもその思ったことをあれは言ってるのか、言ってるけどテレビの場合はちょっと考えてる一瞬、あこれ言っていいかなってちょっと回るかもしれない、じゃあもう負けて悔しいインタビューももちろんあるじゃないですか、その時もすごい前向きな言葉が多いんですよ、うん、そうかね、はい、でも実際こう短いに身内になるとこう思ったことをしっかり言う、だし今言うことにしてる、ああ、うん、言うことにしているってことはそうじゃなかったから、そうじゃなかったから言葉にして言うの今一生懸命頑張ってる、そしたらその22年前の枠に入った時と競技のレベルももちろん違いますけれども、うんうん、考え方も全然今の方が楽、あなんとなく、へえ、うん、じゃあ常に探求しながら、はい、その完成型にはまだ行き着いては、行き着いてはいるんでしょうけど、そこに自分がちゃんと行こうとしてない自分もいますね、その狭間でそうなるほど、そこまで探求してない部分はあここだろうなっていうなるけど、はい、ちょっと爪が甘すぎてダラッとしてます今。先日その第一線を退くという形で発表されたんですけれども、はい、うんうん、その引退という言葉を使わなかったのはあえてなのか、なんか引退ってね、はい、プロ選手がやるような感じだしね、そう、なんかうちらが引退っていうのもなんか、まあ、引退なんですけどどっちでもいいんですけど、はい、あ退くっていうのでもありなのかみたいな、なんかよくいろんな辞書で見たら第一線を退くっていう方がなんとなく自分には合ってたので、もうそれはあの辞めてからもずっと走り続けるっていう意味で、そう早いばあちゃんに目指して、うん、わあかっこいい、そんな姿はどうですかね、あもう早いばあちゃんって800とか早いとかそんなのじゃないちょっとそこまでみたいな、ちょっとおばあちゃんがさちょっとそこまでコンビニまで行ってくるんで、はい、みたいなそういうのをできればなんていう、うん、そういう感じよ、うん、どうですかその現役を退くっていう発表があって、うん、あはい、うん、か私も母が今も現役で走ってるんですけど、うん、そのなんだろう徐々にフェードアウトというか、もう今はもう全く頑張りたくないんですけど本人はもう走るのが苦痛で頑張りたくないって言ってるんですけど、でも走ってるんですよ、だからなんか走っちゃうんだろうなっていうのは思いますし、まあね、そうそう、か自分も引退っていうのは言いたくないというか、第一線はいつか退くとは思うんですけど、うんうん、もそこで引退っていう言葉はなんか違うなって私も思います、なんか、ね、何なんだろうね引退って、あんまりよく聞き慣れなくて、うん、ね、変な感じでプロでもないからさ、こっちプロになるのかな、わかんない、プロになったらそういう感じが出るのかもしれないですけど、なるほど、なんかねプロって感じじゃないから、うん、とりあえずあの第一線からやめればこんな苦しい思いしなくていいのかみたいな、そういう感じ、なるほどそう、はい、ただその走っとかないと、なんか走ってることが多分歩く走るみたいな、なんか基本なんかね一番うちらからしたら簡単なことやから、うん、それで多分健康維持じゃないけどそれにバロメーターが多分取れるんで、うん、それがいいかなっていう、うん、また一緒走ってください、私と走れんかい、はい、10分ぐらい、40分ぐらいやったら40分頑張ります、10キロぐらいお願いします、いいよね、そうそう、はい、そんなんで走れる感じになれば一番いいよね、はい、今4大会こう連続でオリンピックで、うん、超新星のぞみちゃんがこうなんか受け継いでるというか、思いもねいろいろ吸収はしてると思うんですけど、伝えたいことってありますか、は伝えたい伝えたい
耐えたいって特になんもないよね。好きなように好きなように好きなだけ思う存分やってくれたらいいと思いますよ。好きなようにっていうのが一番なんか一番なんか思う、うん、欲しい欲しいですし、一番今あののぞみちゃんがこう背負ってるものがすっと落ちるような言葉やと思います。いや思いますね。この人自由ですから。いややってますから。いろんな方が結構自分の性格を理解してくださったり、近くで見てくれてる方は全みんなそのなんだろう、のぞみちゃんの好きなようにすればいいってみんな言ってくれるんで、やっぱりそれが一番自分に合ってるのかなっていうのはそう思ってて、福士さんにとってもやっぱり好きなように楽しんできた結果の今があるんだなっていうのはお話ししててすごく思ったので、あとはもう言っちゃえばいいな、自分なんてそのいっぱい言葉を知ってるから、何言っても多分ちゃんと聞いてるからね、ちゃんとしてるから。そうそうそう、あれだけどなんかちゃんとしようとしすぎちゃってて、その落差があるから家族からしたらあんないい子じゃないみたいな。ああ逆にね、今もすごいダメダメのぞみちゃん出せばいいのに全然出しても全然受け入れてくれると思いますよ、うん、改めて福士さんがこう思う田中選手のすごさっていうのは、ああすごいね、なんだろうね、やっぱそのちゃんとしてるという表現がまあいいのか悪いのか、まあ良くも悪くもですけどね、良くも悪くもちゃんとしすぎてるので、まあもっとダメダメちゃんを見せても全然可愛いもんだと思いますけどね、うん、あすごいわかる、もっと自由になれますよ、うん、多分わかんないけどね、今自由でそれになったらいいんだけど、うん、結構無理って言えない性格なんですよね。あそれも言っちゃえばいいの、無理って言えないけど無理って言うみたいな、わ、うん、かるわかるそこまで言っちゃえばいいかも、はい、意外と私の日本語はちょっと間違ってますけど、それもそれでいいかもしれないよ、はい、謝りたくないけど謝りたくないから謝らないみたいな、でもある意味それはもう謝ってるっていうことになるんだけど、認めてることになるんだけど、はい、でもこっちからごめんって言いたくないときは、はい、謝りたくないから謝らないってで言ってみたら意外とえみたいなめちゃくちゃいいアドバイスかも、はい、ここ最近それ使おうかなと思って、うん、今流行りの言葉あげる今のこの現時点で理想と現実というかっていうのは実際どうですか、こう比べた時にどうなんだろうね、あ思ったより頑張ったじゃんなのか、ああ思った通りだったのか、全然行き当たりばったりでやってきたらここに行ったっていうのかっていうと、どう22年間、私は本当に偶然をの積み重ねで今こうなってるような感じで、全然理想を立てもしてなかったので、ただただ目の前のことを、だから結構福士さんに近い部分もあったのかなって今さっきお話聞いてて思って、その時気持ちの向くようにやってきた結果が今なので、うんうん、そうなんだ、うん、だから大学に入る前とかもそんな悩まんかったってこと、まあ、その時もなんか大学でちょっと勉強はしたいなっていうのをうん、ふっと思って、で大学は行きたいっていうところは最低限決めて、でもどうやって行くかみたいな、どういうふうに競技を続けるかみたいな、競技はずっとやりたいのあるんだね、はい、のはいろいろあったんですけど、それも本当にいろんなご縁があって、偶然その本当に大学も入って、うん、で食器さんにもサポートもしていただいて、で1年目は高校の先生に練習見ていただいてたんですけど、もう2年生からは父が見るようになって、すごく自分にとって一番合ってる環境がもう本当に自分逆に何もしてないというか、本当にいろんな方が考えて動いてくださって、本当にご縁がなかったらこんなことになってなかったと思います。なるほどね、すごいね、多分じゃあお互い陸上っていうものの走るっていうことで多分ご縁があった感じなんで、すごいね、陸上にうちら助けられてんな、嫌、はい、やけどないいもんに出会いましたね。どうですかこの39年間を振り返った時に思ったような、あだからその引退でも使いましたけど、はい、あ本当に夢中になってるんだろうなと思いましたよ、走ることとか、うん、走ることだろうね多分、うん、あ夢中になってたんだなと思って、だから今までそんな夢中になるっていうことが
あんまり、まあ、あるんですけど、こんな長くやれたってすげえなと思いますね。いや長いですよ、22年ですよね。そうそうそう、そう、でも多分好きだったんでしょうね。多分そんなに陸上やる前ソフトボールやってましたけど、そっちも好きなんですけど、うん、どっちが一番面白いのかって言ったら、もしかしたら合ってる、自分にやっぱり合ってるものは陸上競技だったのかもしれないですね。めちゃくちゃシンプルでじゃないですか。シンプルで、そうそうそう、シンプルで、あと自分と向き合えることが多いので、うん、ほぼ自分のせいじゃんね。びっくりびっくりするよね。今までそのね、その道具とか使ってきたんで、はい、道具使ってその道具のせいとか人のせいとかにできたんですけど、対自分との会話なんで、まあこんなに自分自身って飽きないんだなと思いましたね。嫌になりますよ、自分を知れば知るほど。いや、自分を知れば知るほど好きになりますね。あ、かっこいい。面白いよな、自分が一番面白いよな、うん、そうですね。でも自分をこうどん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 知る中で、うーん、なんだろう、走り落として、やっぱりでも福士さんみたいにどんどん好きになるっていうより、やっぱり嫌な部分も出てくるので、嫌いになったり好きになったりをずっと繰り返しながら今に至るみたいな、ね、基本自分自身が好きなんだと思いますよ。でもみんなそんな感じですもんね。だから他の人が嫌なんですよ、うん、自分以外は本当にダメなんです。僕は誰が家族だろうとお前の匂いは嫌いみたいなすごい言うんですけど、そのぐらい自分を大事にする感じは、そう、自分を大事にすることができたから、はい、陸上競技やって、じゃあその長年のこの経験含めて、はい、2022年の目標っていうのはありますか、はい、目標出た、うん、私ないな、ないなとかつって何にもねえな、うん、走ることは何にもねえな。それ以外でも何かありますかね。うん、瞑想中です。でももうなんか福士さんから出る一言一言が非常になんか重いというか、一言が本当ズドンとくる。2022年はそうだ、1月の引退レースですよ。そうそうそう、それを頑張るぐらいです。頑張るというか、それをなんだろうね、終わりよければ全てよしっていうのが言葉にあるので、はい、どうね、よしにして終わろうかなっていう、まあ、一生懸命走ることでしょうね、全力で。私はもう数々、はい、トップの経験もたくさんあるし、うん、日本選手権で1万メートルで最後になってしまったこともあって、うん、でもいろんな形で本当に魅了してくれる走りをずっと、そうでしょう、ね、もったいなくてタイムだけを見るんじゃなくてゴール後の、うん、じゃなくてレースを全部見たい、でだからみんな心引きつけられるようなレースを、二方、うん、もうそこは共通点だと思うんですけれども、引退レースはどんなレースになったらいいなっていうのはありますか。とりあえずというか、まあ、一生懸命走るでしょうね。全力を出し切る感じですね、最後まで出し切る、はい、出し切るも難しいよな、全力だよな、うん、最後まで、うん、最後までじゃないな、うん、こう千鳥足にならない感じで、はい、ちゃんとゴールはしたいと思います。笑顔で全力でゴールをしたいと思います。はい、分かりました。全力でゴールですね、はい、目標、2020年目標ですよ。なんだろう、私もやっぱり具体的なって言われたらやっぱりその世界陸上とかって出てくるんですけど、なんか自分の本当にしたいことってなんだろうってなった時に、楽しみたいっていう気持ちがすごく大きくって、今年はいろんな、その福士さんはじめとして結構身近な方がその引退したりだとか、その次のステージに行く方が多かったので、それ見てて私もその自分の生き方っていうのをもっとちゃんと見つけたいなみたいに思って、だから走ることをもっとその自分らしく楽しめるようになりたいなって思います。で世界陸上っていうわけでもなくて、そうですね、来年も楽しい年になればいいなみたいな、ね、今年よりもっと楽しくなる、ずっと走ってるから多分この人も、その中にねレースがあったらそこはそこで目標になるもんね、はい、うん、でも記録が中3からずっと更新され続けてきてて、自分の中で自己記録を毎年塗り替えるっていう、去年の2021年も更新されて、どうですか、そこのプレッシャーだって周りの期待もきっとある中で、あ、背負うものは実際あるのか、もう振り切っちゃってるのかっていうと、なんか今はちょっとやっぱトラックシーズンも一旦終わって、
振り切ってる感じはするんですけど、またやっぱトラックシーズンに入ったらいろいろ周りの目を気にしたりとか、去年の自分と比べたりとかがまた始まると思うんですけど、でもできるだけそれにならないようにするには、もうそのできない自分も含めてなんか好きになるにはどうしたらいいんだろうっていうのをじっくり考えながら競技をしたいなって思う。ダメだったら、あ、ダメだったって言えばいいんだよ。全然。今日の対談どうですか、なんか気づいたこととか発見とかってありました？面白かったな、なんかこう自分の言いたいことを全部こう具体化、具現化してすごいですね。うもう全部あの被写体が言葉になってくるんで、あーいいなと思いますね。あ、それそれと思う、それそれっていう感じ。でも共通事項も本当に多くて、あ、よかったですね、はい、どうですか、なんだろう、その嫌なことは嫌って言うっていう部分が、まあ、今まだ自分に欠けてたりとか、結構自分家族とやってるのでその中で結構こういろいろあるんですけど、まあ、父とぶつかる時もその自分は解決を目指して言ってるわけじゃなくて、ただ言いたいだけで言ってるんですけど父はそれ言っても解決しないからみたいな感じのやり取りがずっと続いてて、目指してるとこが違うというか、父は解決にならない話し合いは無駄だみたいな、私はただ言いたいだけでみたいな、だから福士さんのその言えばいいみたいな気持ちはすごく分かってるんですけど、それを実際できる福士さんが本当にすごいなと思って、やれてんのかな、分かんないけどね、なんかその感覚的な部分がちょっと分かる感じだったので、それがすごいこれからの競技の向き合い方のヒントにすごくなると思います。ありがとうございます。また悩んだりした時は、はい、ぜひもう素晴らしい、本当にすごいね、最後まで。